あ、ナイスナイスナイス、素晴らしい、 ありがとう、ありがとうございます。まずはグランプリ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直な気持ちを聞かせてください。そうですね、2連覇目指してたので、2連覇できてよかったです。目標達成 したわけですけども、今年印象だったのは、去年優勝して燃え尽き症候群という気持ちの変化があったと思うんですが、その辺はいかがですか？そうですね、とりあえず今年は31日までもう存分オフして、オフで楽しんで遊んで過ごしたいと思います。で、また1月1日から、そういう風にならないようにまた気を引き締めて、メリハリつけて、また来年1年3連覇目指して頑張りたいと思います。で、レースのことも伺っていきたいんですけども、初手は6番手という位置でしたか？本当は3番手4番手が欲しくて、6番手になった時はちょっと焦る部分があったんですけど、そこは大丈夫って自分に言い聞かせて、でホームで佐藤美奈選手が打ち明けたんで、そこは冷静に見えてたので打ち救う状態になって、優香さんの後ろにはまる状態になったので、優香さんより先に仕掛けたいなっていうのはあったので、その通りになって乗り越えれてよかったです。まくり合戦というような形で、内側から来る4番目というような外でしたけど、そうですね、自分でもびっくりするぐらい、気持ち的にも脚力的にも余裕があって、で VTR 見るまで 4戦変装になってるって気づかなくて、でそこをやっぱ一番重たいところを乗り越えれたっていうのは、やっぱこの1年間ガールズゲリの方で頑張ってきた積み上げてきたものなのかなって思ったので、本当1年間頑張ってきてよかったです。その一番重たいと思われる3コーナーを抜け出して先頭に立ちましたが、どうでしたか、その先っていうのは。そうですね、ゴールするまで分かんなかったし、落車があったので、自分はまっすぐ走ってるつもりだったので大丈夫かなっていうふうに思ってたんですけど、やっぱギリギリ審査で結果が出るまで分かんなかったんですけど、よかったですね、はい。優勝の確信はどういうところですか？ゴールしてですね。声援っていうのはいかがですか？名前呼んでくれるファンの方はいたんですけども、やっぱどうしても東京なのでアウェーな感じで、でもなんか逆にそれが燃えてきたというか、見てろよっていう感じで、はい、思いっきり走りました。2連覇という目標を達成しましたが、ちょっと先ほどもありましたけど繰り返しになりますけど、新たな目標というのが決まっていれば教えてください。そうですね、去年は燃え尽き症候群になったので、今年はそんなことがないようにしっかりメリハリつけて、でコレクションだったり全て優勝して、またグランプリ3連覇目指して、また1年間頑張りたいと思います。